はいえー、っと2022年、えー、今日は2月1日、えー、ですね、えー。もう2月に入りました。えー、10年前の医療は現代の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する学問であり、実学です、えー。ネットにあふれる医療情報、古いものもあれば正しいものもある、あるいは間違ったものもあります。ね えー、その情報の中で、えー、あなたのお体に最適なものを見つけるのはあなたの医療リテラシーです、えー、あなたの医療リテラシーを磨いて自分の体は自分で守ってください、えー、本日はですね本日の質問は卵、えー、管血圧をしたいのですがあやっているでしょうかあというご質問ですね卵、えーまあ、管血圧これも手術ということになりますうーん えー、回復あるいは副ねあるいは帝王切開のあとにする手術あるいはチツーでする手術もありますけども、えー、トイのような小さなクリニックではやっぱり麻酔をかけてやらな,いやらなければいけないもの手術室を用意しなければいけないものはやっていませんで、えー、これはやはり大きな病院でうんやることが多いし 帝王切開の後などは、うん、3回、4回帝王切開が続いた場合、その後卵、えー、管干血を行うというような場合もあります、えー、手術はこれ、自費になりますんで、まあ、10万円近くかかるんじゃないかなと思います、それぞれの、えー、手術のできる病院、婦人科の方で問い合わせていただければ、ねえー、できると思いますんで、えー、小さなクリニックでやる手術ではないんで。 そういうことで大きな病院に問い合わせてくださいそれでは本日トマトが出てくるマジックやりますこれ赤い布ですねでこれが青い布この赤い布をグリ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 と手の中に入れますグリ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 で青い布も手の中にグリ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 ぐり で、この赤い布青いのえー、クリ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 混ぜます。そうすると。トマトが出てきちゃいました。